ヘイヨー、ゲンズメシです。今日もね、クラッシュガヤがやっていくんですけども、まあ、今日はね、ちょっと珍しいタイトルとかだったかなと思います。今回ですね、こちらのデッキ版、ジャイプリンス、まあ、マスケにファイボヤの雨の、まあ、小屋デッキって感じですね。まあなんですかね、一見普通のデッキに見えるんですけど、実はですね、こちらのデッキ、最初クラロワ始めたてのこのデッキカードと、アリーナゼロ、ゴブリンスタジアム、この初期カードですね、初期カードのみで構成されています。まあ、よく言えばこの矢の目のとこザップが望ましいんですが、まあ、こちらのね、始めたて誰でも組めるってデッキを今回使っていきます。で、今、いろいろチャレンジ回してて、まあ、いろんなデッキと当たるわけなんですけども、まあ、こういったね、ゴーレムにウルトラレアを織り交ぜたデッキなどに戦うこともできますと。今ね、クラシックチャレンジ9勝です。このペッカのやつはね、結構なんすかね、ジャイ出してそのままペッカ出されてカウンターもらっちゃったって感じだったんで、立ち回り変えればいけたかなと思うんですけども、まあ、今9勝1敗ということで、まだクラシックチャレンジ12勝したことないと思う方多いと思うんですよ。で、誰しもがグラチャレを回せるわけじゃないと思っていて、まずこういうチャレンジ系をね、12勝して周回するっていう喜びを味わってほしいので、今回ね、こういう動画を作成しようと思いました。こちらのデッキなんですけども、変えるべきところは、このファイアーボールを、矢の雨をザップとかに変えるってところですかね。それ以外は、特に注意必要がないかなと思います。そういうわけで、じゃあやっていきましょう。なんで矢の雨入れてるかっていうと、あれですね、スケルトン部隊が厄介で、スケルトン部隊に対してはザップの方がいいので、って感じですね。さあ、まずこの初手なんですが、まず待ちます。まず待って、相手がエリクサーボンブとか立ててきたらファイアボールを打ちます。こんな感じですね。さあ、これ立てますと。で、ここから、エリクサーボンプリのデッキを連想していきます。まあ、ゴーレムか、ジャイ、三重士かみたいな感じで、ゴーレム来たら逆サイドにプリンスを出します。こうですね。あ、今んとこ言った通りになってる。で、相手は、8エリクサー使った後なので、これが止めにくいって感じですね。これで1本折ることができます。で、こっから防衛なんですけども、この位置に置くと、ゴレがこう歩いてきて、後ろの声だけ直進してくるんですよね。なので、そこの直進してくるに対して、このマスケットを角から出してあげて、処理するといった感じです。できるだけ小屋は延命してあげたいので、こんな感じで。さあさあさあ。ゴルが爆発するときにファイアボール打つと、まあいい感じに防衛できるんですが、マスケがね、残ってないので、まあ落ちちゃいましたね。まあまあまあ、今のファイアボールはまあそうしたらいけないかなってなるんですけど、まあゴルに対してはこんな感じで立ち回ります。でもこっからは結構苦しいんですが、まあとはいえね、負けてるわけじゃないのでやっていきます。まずエリクサーボンプ立ててきたら、ジャイプラスのプリンスですね。これはもう相手が攻めてきてるので、逆サイドに一気に特攻していきます。よいしょ、相手がザップ打ってきたんで、もうゴリ押しですね。これも止まんないので、キングいってナイスゲームって感じで。まあ最初待って、エリクサボンブにファイアボール打つ、その後にゴーレム来たら逆サイドに行くっていう感じの手順が今の、動きの中に含まれてました。最初ね、待たずにガンガン出す方が多いと思うんですけど、このゲームはね、カウンターが強いっていうゲームで、相手の動きをじっくり見てから、そのカウンターで一気にこう、いい手をね、最前手を打って逆転していくっていうか、まあ、こう一気にこっち側のペースに持っていくっていうのが大事です。で、この手札だと、これが強いです。ゴブリンの小屋をこの位置に出します。ジャイアントとかゴーレムはこう、つられてきて、ホグライドは直進してくるので、しっかりと防衛していきましょう。ダークプリンスはですね、近距離型なので、遠距離のマスケットとかを出してあげてから、こうやってジャイアントで止めて、縦プラス後ろの後衛の形を作っていきます。ヤギゴブリンとかをね、こうやってチク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 出していくのも結構いいと思います。前に出てるユニットはですね、インフェルノドラゴンといって、徐々にダメージが上がってくるユニットになっております。で、こんな感じで、相手がいっぱいユニット使った後は、このマスケを活かして2回目のカウンターを仕掛けることによって、相手のね、こう、嫌がらせることができます。そして、こう攻めてる間に、ダメージを与えつつ、この2個目の、ゴブリンの小屋が立って、この小屋でチク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 制圧していくような形になります。
こういうチャレンジをね、12勝できないことは恥ずかしく思わなくてよくて、まあこう、いつもより勝てるようになったとかね、そういった部分がいいかなと思います。さあ、まずはこれゴブリン出してあげてから、マスケットで防衛ですね。ごめんなさい、ちょっと画面重たくなっちゃってるんですけど、これはまあある程度受けてから、よいしょっと。で、ここで、ジャイ出しても、インフェルノドラゴンによって処理されちゃうので、ここはね、細かい系を出してあげて、まあ、相手にダメージを与えていくって感じですかね。どうしようかな。ジャイアントは、受けから使っていきたいので、お、いい感じですね。で、ここ右側取ったので、ここ左側今度防衛にしていきましょうか。ここ結構怖いんで、呪文で積極的に防衛してっていいかなと思います。さあ、まずは、こんな感じで。ここでジャイアントで受けます。よいしょ。なんとかタワーは落ちない程度に済みましたね。さあ、ここからです。ここはファイアーボールで、タワーごと巻き込んでいきます。ファイアーボールで処理できる、4コストに、4コストのユニットとかは、こんな感じで処理していくのがいいと思います。で、これはね、コジョババが、この、小屋に対して、ね、向かっていくので、しっかりと落ち着いて処理していきます。さあ、ここでカウンター行きましょうか。で、ここにゴブリン出していくと、インフェルノドラゴンとかのね、ターゲットを取ったりしてくれるので、ここは大丈夫ですね。残り223で10秒って感じで、まあ、1本取られても、このね、優勢を保ったまま攻めることができますし、追いついてくるかな？追いついてきましたね。追いついてきたんですが、もうね、呪文タワーの削ぎに使うと、こんな感じで、2つ目の防衛ができないといった形になります。さあ、いい感じに進んできたんですが、最後行きましょうか。まあ、最初のね、アリーナのデッキ、これはマルチでも使えますので、このデッキをまずは使っていくっていうのも、すげえ俺は大事かなと思ってます。まあ、レベルがまだ足りてないよっていう方もいると思うんですけども、まあ、チーム内でのね、フレバトとか、タワーレベル8を超えてる方は、大会とかもね、こういうデッキで挑戦するのもいいのかなと思います。さあ、これはですね、まずベビドラを処理して、これ処理できないですね。ちょっと待ってね、これね、マスケットが手札にないので、このバルーンはもう無視します。防衛しても切りないので、ここ無視しますね。まあ、たまにこんな感じでこう苦しい時もあると思うんですけども、まあ、しっかりと組み立てていけば、まだまだ、全開ってかね、逆転チャンスあります。まずはこんな感じで防衛から組み立てていって、さあ、ここでカウンター決めていきましょうか。前にジャイアント出してあげて、後ろにプリンスをつけます。で、ヤギゴブリン。ここね、矢の雨打ってもよかったんですけど、まあ仕方ないですね。さあさあ、ただダメージは入ったので、大丈夫と。さあ、ここでバルーン来ても、ゴブリンを回して、ゴブリンを切ってあげると、このね、マスケットが刺さりますので、まあ大丈夫かなと。さあ、ここで次攻めでバーバリアン使ってきたら、まあ、あれですね、ファイアボールを打って一掃していくのがいいかなと思います。さあ、バルーン来ましたね。さあ、これは、左に、ジャイを出してあげて、ガーゴリの目が来たら矢の雨。バーバリアン来たらファイアボールですね。こんな感じで蹴散らしてあげて、一発、二発はまだ入らんか。さあ、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 さあ。これは、バルーンにつなげてくると思うので、ラッキーですね。ファイアボール打ってあげて、防衛。危ない。で、このヤギゴブのチクチクで、左の線107を落とせれば勝てる。守ってくるか。ってなると、これで、左落としつつなんですが、この右が来られると結構苦しい。これが苦しい。一発入ると大ダメージなので、
ただまだ耐えるな。まだ残り521あるので、まだまだ分かりません。さあこんな感じでガゴ群れが来るか。まだ来ないですね。マスケ出してあげて、ここファイアボール打ってあげて、美味しいファイアボールで、ここで相手はね、もうババも使ったのでカウンターですね。でここでガーゴリの群れが絶対来るので読んであげて、あ、まだ来ない。おっと、使わずに守ってきましたね。ってことはこれジャイパンチパンチ、もう一発殴ってファイアーボールでフィニッシュですね。オッケーみたいな感じで、最初バルーンが来て、無理に変なファイアーボールとか打つよりかは、まあもう捨ててあげて、その後にこうバルーン5個すと無視ってことは、5エリクサーね、アドバンテージ取れるっていうことなので、カウンターに繋がっていくかなといった感じで。というわけで、まあクラシックチャレンジね、こんな感じでクリアすることができましたので、まあ、ぜひね、こちらのデッキを参考にしてみてくれると嬉しいかなと思います。一応ね、スクショ。ツイッターなどのね、掲載の方に使わせていただきますので、まあ、こんな感じでね、まあ、誰しもがグラチャリを回せるわけじゃないっていう中で、まあ、クラシックチャレンジとかをね、初期のカードだけでも、勝利ね、することができるんだぞ。っていう感じでね、まあやっていけたかなと思います。というわけで、じゃあ開けていきましょう。報酬がね、結構美味しくて、2000ゴールドもらえて、まあカードもらえて、こんな感じでカードもらえて、みたいなね。こんな感じでカードもらえますので、まあ無課金の方とかはね、10円目貯まったらぜひね、参加してみてくれると、楽しいかなと思います。そんな感じで、まあこのデッキの練習して友達に勝つってのも、まあいいかなと思います。じゃあ、そんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。よかったらね、高評価、チャンネル登録お願いします。おつめし!